自分を知れ。そんな美味しい話があると思うのか、お前のような人間に。今回はクルーメイトだぜ。ブルーの動画出すなんてどういう風の吹き回し。私だっていつもインポスターばかりじゃ飽きてしまうんだぜ。初手安定のスキップデーキ。キッチン脇も同じくデーキ。そして左にタスクが1個しかないのは助かる。代わりにレバータオルタスクがあるのはほぼ死亡フラグ確定案件。これは日頃の行いが悪いせいだね。めんどくさいんだよな。さっさとタスクやってボタン押しに行くぞ。こういう時ばかりはボタン押しに行く意識高いブルーの鏡。けど停電は直してやらないけどな。こいつクルーのくせにインポスターの味方してやがる。よし、じゃあボタン押しに行こう。緑がコックピット入っていったわね。まあここで左にいるのはバナナ水色緑くらいだし、死人も結構あるから左では急起こらないだろ。ここで急起きたら絞りやすいわね。むしろ急起きてくれたらヌルゲーになるの間違いなしだわ。先に押されちゃったわね。は？いやいやいや、やついさっき見かけたばっかだぞ。俺間違いなくコックピットあたりで死んでるよね。すみません、アドになるよ。え？アドになるってこいつインポスターやんけ。面白そうだからどんな言い訳をするか聞いてから緑の情報出してやるか。アドミンよろしくお願いします。期待消しはないと思う。そりゃそうだろう、お前がキルしたんだから。アドミは15秒前くらいにエンジン配線に来た。金庫1、アーカイブメインシャワーあたりに合計3人。ぶっこキッチンセキュリティに傷ついたかな。これはありがたい。見事なまでに緑と私の分だけすっぽり抜け落ちてる。電源で停電直しました。配線やった後かな。私最終金庫ここがルックしゃで見てる。水色も実践今回の。キルに関われないのはエンジンで見てる。残りの黄色オレンジローズが、右で固まっているなら、ほぼ不可能。グレーの金庫もベントはあったとしても、それは青自身がアドミンで、監視しベントに蓋を、しているため不可能。バナナも停電を直していて、行動的にはクルーだし、何より私水色に視認されてるのを、知っててキルするとは考えづらい。そして何よりグレーがエンジンで、緑を見た後の緑を私が、コックピットに入っていくのを、私自身が見てる。なので自身の青がサイクロで、アドミン偽装している線が、濃厚。というかそれしかない。人になってるよね。普通にコックピット周辺に死体だよね。これはグレーはほぼクルーで見て、間違いないだろう。インポスターだとしてもラインキルには、早いし、何より私の視認情報を、出すメリットがない。随分お粗末なアドミン偽装だね。あ、そうだな。アドミン偽装するにしてももう少しやりようがあるだろうにな。だがこのアドミン偽装、利用させてもらうぜ。アドミン偽装を利用？ああ、そうだぜ。利用するメリットは大きく分けて3つ。1つ、ロラして1インポスターを落とす。青自身のアドミン情報によれば、緑の推定した位置はブッコになる。バナナがインポスターでブッコにずっとうろついているとも考えづらい。2つ、ロラして落とせばキルペースが、ガクンと落ちる。最後の1つは？一番最初に話したんだぜ。タスクがめんどくさいんだぜ。それが本命じゃねえか。なーに、確定インポスター落として、優雅にタスクを完了させたいだけだ。私は、それに私視点に気がついているグレイもいるしな。ロラしたら完遂してくれるだろうしな。今回の動画はまさにロラは、こう使えっていうお手本みたいなものだね。青が安易なアドミン偽装を、してくれたおかげで、視点がすごいクリアになったからな。楽勝なんだぜ。なんだこいつ、まだ頑張るのかよ。青小金が言ってければ、動画してもらえ。いいよ。さっき画面見返したら、どうした青？赤いブメインセキュキッチンブッコ金庫 2.5 コックピット1でした。うんうん。でアドミンの画面を動画で確認し直してきました。別端末で動画を回してます。私はコックピットからエンジン宿舎昇降機で、宿舎でグレートに合っています。少なくとも宿舎昇降機内とおかしいです。リーテンズは1でしたよ。あなたの情報が正とするなら私はどこにいるんですかね？と、あなたの情報が正なら緑はブッコで、死んでるはずです。それに盤面上あなた視点の、インポスターはバナナになるはずなのに、バナナを殴るそぶりもない、ロラしてください。情報も議論姿勢もおかしいです。どうなるとローラーで構いません。よし、電池を取ったぞ。タスクは遂行する。クルーも守る。両方やらなくちゃならないってのが、目撃者の辛いところだな。覚悟はいいか？私はできてる。無事に釣られたけど、ロラしてくれるかな？まれにロラしない奴らもいるからな。ほんと困るぜ。でもこの部屋なら大丈夫そうだけどな。それはどうして？私の議論姿勢と、それに気がついている奴が一人いるからだな。グレイ？あ、グレイ視点も緑が左にいるのは、視認している。最後には私も視認されている。アドミンの位置に偽装だって、気がついている可能性は十分にある。だからこそ私と青ローラーしてもいいかと、聞いてきたんだろう。それなら安心だね。じゃあ目的通りゆっくりタスクしていきますか。しかし右でアーカイブシャワーエレキの、タスクなんてめんどくさすぎるだろ。まさかロラ利用してタスクを、しようなんて普通考えないわよ。発想がもともとインポスター思考だからな。そこいらの奴らと一緒に住んじゃねえぞ。なんで急に得意げなんだよ。
ローラーされるのか。私はアドミン張り付きでいい。ああ出たよ無駄な生存意欲。あれだけ偽装だと証言したのに、ここでの生存意欲は黒くなるだけなのにな。ダメに決まってる。キルマチ推奨してほしい。5年前だった場合は私か。バナナじゃない。それもう先に私が言ってるんだよ。ドラ飲んでおいて、今さらバナナに矛先向けるのは人材要素でしかない。これキルペース見てほしい。でも合わせたい絶対。グレイは、やはりわかっているな。このクルーに託せてほんとよかったぜ。あ、ちょっともいいよ。この時点で釣り飲めるのはバナナも白いな。ってことはアウトのラインもやはりないな。青さんよ。今現状一番黒いのはあなただぞ。お願いしますよ。アドミン警察でいいから。容疑者がずっとアドミンはやばい。ダメです。私は釣りたい。私も釣りたい。セキュリティでもなんでも。ローラー完遂できてよかったわね。これで安心して熟睡できる。やめないでタスクしろよ。しょうがないタスクしてやるか。安定の上から目線で。いやしかしなんだな、タスクも終わると本当に暇だな。しょうがないでしょ、クルーなんだし。タスクを早めに完了させて、インポスターにプレッシャーかけるのも大事なことだよ。そうかインポスターか。どうしたのマリサ。いや釣られた青鬼に行こうと思ってな。なんで。いやただ青鬼たいだけだ。計画ある。おいたいた。タスクやってるそぶりみじんもないね。ただ黙ってついて行ってみるか。タスクせずにしたい情報見てるってことはインポスターで、間違いないみたいだね。でも今回結構マジにインポスター釣りに行ったけど、なんであんな風に議論したの？あ、許せなかったからだな。許せなかった？あ、次話すんだぜ。何が許せなかったの？霊夢この発言覚えてるか？あ、青の発言だね。あ、そうだぜ。霊夢はこれ見て何か思うところはないか？画面を二つ同時に見ている？そう。これが事実なら明らかな不正行為だ。仮にこれが事実じゃなくても、こういう発言で白目を取りに行こうとしているインポスターならもっと、立ちが悪い。この発言がなくても言動的に、私目線インポスターは確定してるんだが、これが事実ならゲーム自体が、崩壊しかねない。だから許せなかったんだよ。なるほどね。あ、ゲームが動いたみたいだね。ローズベント。え？アドミンさんになりました。もう無理。無理あって。相方はあです。自作した。やっぱり青か。実戦後が見えてたから明らかに、偽装だった。かなり無茶苦茶なキルだからライン切りしたけど、勝てない。無事勝てたわね。当然なんだぜ。姑息な手を使うやつなんかに負けるわけがないんだぜ。この動画が良かったらチャンネル登録高評価、 Twitter のフォローよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。